いつもろプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2009年モデル、ポルシェ Cayman S タイプ987を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラスに飛び石、左右ドアエッジ、右リアフェンダーに傷、左リアフェンダーからリアバンパーにかけてへこみ傷がございます。走行距離に関しましては約1万8000キロと低走行なお車です。インテリアはベージュのハーフレザーが採用されております。市場でも根強い人気を誇る987型の Cayman S が入庫いたしました。こちらのお車は Cayman S ということで、ベースモデルよりも高い走行性能をお楽しみいただける1台となっております。またポルシェマストオプションであるスポーツクロノパッケージやシートヒーターなどオプション装備もしっかりと施されております。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元に関しましては純正の18インチアルミホイールが装着されております。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 3.4リッター、水平対向6気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は320馬力でございます。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペースフロントトリアが用意されております。大きいサイズのボストンバッグが複数入るスペースが用意された1台です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはベージュのハーフレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルスイッチが用意されておりますので、自由自在な変速が可能です。また純正のナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速の BDK シフトが採用されております。走行モードに関しましてはスポーツモードが用意されており、より刺激的なドライブが可能です。両席に関しましてはシートヒーターも装備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。またセンターコンソールにはスポーツクロノパッケージによりスポーツクロノが装備されております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2009年モデルポルシェ Cayman S タイプ987を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万8000キロと低走行、かつ内外装比較的良好なコンディションを保った1台です。車検に関しましては2021年の6月まで有効です。
弊社でも高い人気を誇る987型のケイマン S でございます。こちらのお車に関しましては320馬力を発揮するエンジンと7速の PDK シフトにより高い走行性能を実現した1台となっております。また走行性能だけではなく純正のナビゲーションやシートヒーターバックカメラをはじめ数多くの快適装備が施されております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。